おはようございます。3日目の朝を迎えました。現在時刻は9時27分、気温は16度と少し肌寒い朝です。今日はパークへ行くのはお休みですが、今日はカリフォルニアでしか楽しめない場所へ行きたいと思います。今日もエレベーターのランプは2階しか光りません。何階に泊まるかわからないですが、一旦1階のロビーを目指してホテルの外へ出たいと思います。モーテル6はロビーでコーヒーをもらうことができるんです。熱々のコーヒーを飲みながら朝の気持ちいい空気を吸って、ホテルの前のベンチで少し座って待ちます。本日はいろいろな行き先があるので、もう今からワクワクしてたまりません。パークへ行くのも楽しみですが、今日の目的地もかなり楽しみにしていました。それでは早速出発です。本日はアメリカのディズニー公認、ディズニーリゾート専門の旅行会社パークツアーサービスを運営するおりょうさんと一緒にお出かけです。私たちが宿泊している場所アナハイムを出発して、向かう先はロサンゼルス。ロサンゼルス周辺はかなり渋滞が多いようなのですが、本日はハイウェイもかなり空いていて、スムーズにロサンゼルスへと向かっていきます。窓の外を見てみると、少しずつロサンゼルスの街並みが見えてきました。空港からアナハイムに向かう道中の街並みやディズニーリゾート周辺の街並みは何度か見ているのですが、ロサンゼルスの周辺に来てみると、外壁にいろいろと落書きも増えてきました。この辺りの地域はやはりディズニーランドリゾートの周辺に比べると少し治安が悪いエリアのようです。なかなかこの辺りを出歩く機会も少ないとは思うのですが、旅行の際は注意が必要かもしれません。ロサンゼルスの街中へと入ってきました。アメリカ第2の都市ロサンゼルスの人口は約1260万人、東京都の人口が約1418万人なので、東京都と大体同じぐらいな人口の大きな都市です。ロサンゼルスの中心街を抜けて、郊外へと向かって走っていきます。ハイウェイを降りると、何やら見たことのある景色が広がっています。そう、今回の目的地は以前私たちが一回行ったところなのです。アナハイムを出発して約1時間目的地に近づいてきました。なんかすごい車止まって、従業員か。わー、あ、一組だけ待ってますね。待ってた？一組だけ待ってました。どうだろう。よいしょ。31番テーブルに座れるように31番の駐車場につけますね。縁起で。着いた。あっという間。あっという間だったね。到着したのはこちら、パムオーシャンター。1922年にオープン以降、ずっと同じファミリーで経営が続いているロサンゼルスで最も古いレストランです。前回カリフォルニアに来た際もこちらのタムオーシャンターで食事をしました。ですが前回は食事の後すぐにウォルトディズニーカンパニーのスタジオツアーがあったので、店内をゆっくり見たりすることができなかったんです。食べてすぐに出発、
ていう感じで全然見ることができなかったので、本日はゆっくりと店内を満喫したいと思います。タムオーシャンタをご存知の方も多いかと思いますが、こちらのレストラン実はウォルト・ディズニーが通ったレストランなんです。ウォルト・ディズニーはこのレストランの中にお気に入りの席があって、いつもその席に座ってはディズニーランドの構想を練ったり、イマジニアたちといろいろな計画を練っていたようです。そんなウォルト・ディズニーがお気に入りだったのが31番テーブル。前回こちらのお店を訪れた際は31番テーブルに座ることができませんでした。今回はリベンジということで、お店のオープン時刻に合わせて来ました。しかも予約も取ってあります。験担ぎで車も駐車場の31番に停めました。果たして今回は31番テーブルに行けるのでしょうか。受付を終え、お店の奥へと誘導されます。31番テーブルがあるのは一番奥、果たして座れるのでしょうか。来ました、31番テーブルです。ここがウォルト・ディズニーがお気に入りだった席、31番テーブル。お店のエントランスを見渡すことができるので、誰が来たのかすぐに分かるから、ウォルト・ディズニーはこの席がお気に入りだったようです。ウォルトが座っていた場所のテーブルを見てみると、当時描いたイラストがまだ残っています。ミディアムレアでいいですか？多分それが、ね、ミディアムレア、ミディアムレア and also カリフォルニアカットmedium rare as well. Perfect. And also the mac and cheese. No, ちっちゃい方。And also small mac and cheese. Small mac and cheese, sure. Yeah. And for the tam o' shanter and California cuts, would you like cream corn or cream spinach? これぞ、the cream spinach で同じです。Yeah. So both of spinach. Spinach for both. Yeah. Absolutely. And also サラダどうですか？食べないですよね。あ、私も。And also, I'm thinking about, you know, what is this, that rib? The prime rib, it's a sandwich. It's a sandwich, prime rib sandwich. The same thing? It's the same cut of prime rib, it's just very thin as a sandwich. Okay, got it. So can I get this one too? And a prime rib sandwich, yeah. Sure. And that's the one. You got it. Perfect. Here, I'll get a couple of these menus out of the way. If you want to hold on to one just in case. All right. Sure. Oh, yeah. I think that's fine. Just in case, sorry. Just in case. We gotta kill you. Thank you. Thank you.オーダーを終えてメニューが来るまでの間、テーブルに書かれた様々なデッサンを見て待ちます。東京ディズニーランドのウエスタンリバー鉄道でも見ることができるこちらの恐竜、カリフォルニアのディズニーランドが登場する前の段階からこうしてデッサンで描かれていたことを思うと本当に感動します。そして今でもこうして当時のデッサンを残しておいてくださることにも感謝しかありません。テーブルに描かれたデッサンを見ているとメニューが出てきました。こちらが今回私が注文したメニューです。ワールドフェイマスプライムリブタムオーシャンターカット57ドルです。こちらのワールドフェイマスプライムリブは様々な大きさのカットが存在していて、私が注文したタムオーシャンターカットが一番人気があるとのことだったので、こちらを注文してみたのですが、来てみてサイズにびっくり、ものすごい大きいんです。
見た目の大きさもすごいですが厚みもかなりあって、果たして食べきれるのかどうか不安になるほどの大きさです。でもこれと結局こういうの頼んだので、すごい。ありますね、これ確かに大きさが。ほうれん草のムースとマッシュポテトと、これあれだ、バンケットホールで付き合わせになってた、うん、シュークリームの皮みたいなやつ。シュークリームの皮、最高。前回のピクルスとサラダとリブサンドがついてます。最高です。トリュフチーズ。ワールドフェイマスプライムリブはかなりの大きさだったので食べきれるかどうか不安だったのですが、脂身が少ない赤身のお肉で本当に柔らかくてペロッといけてしまいました。もう最高です。食事を終えてレストランのレジ付近にあるたくさんのイラスト、前回はあまり時間がなくゆっくり見ることができなかったのですが、今回はゆっくり見ることができました。こちらのイラストはウォルト・ディズニー社からタム・オシャンターに送られたイラストで、タム・オシャンターの100周年を祝うために送られたイラストや、先ほど食べたワールド・フェイマス・プライム・リブの75周年を祝うイラストなど、様々なイラストを目にすることができます。ウォルト・ディズニーが通っていた当時から今もなおディズニーとの関わりを持ち続けるタム・オーシャンター、こんな素敵なところで食事ができたことが本当に幸せです。でもあの人たちが止めた車一番で止めてるから一番先に入れる。31が買ったよ。買ったです、こっちで。タム・オシャンターで食事を終え、私たちは次の目的地へと向かいます。続いてやってきたのは、前回時間がなくて来ることができなかったウォルト・ディズニーが今眠っているお墓です。アメリカのお墓自体当然初めて来たんですけれども、日本のお墓とはかなり雰囲気が異なることにまず驚きました。こちらの斜面すべてがお墓ではあるのですが、墓石がないのでやはり見た目は大きく異なります。フォレストローンメモリアルパークというこちらの市営の霊園、山全体すべてがお墓になっていて、ウォルト・ディズニーのお墓はこの山の山頂にあるようです。ここフォレストローンメモリアルパークは本当に規模が大きく、そして本当に美しい場所でした。山頂へと到着しました。私たちは車を降り、ウォルト・ディズニーのお墓へと向かいます。アメリカにお墓
墓参り誰も来れなくなっちゃう。あ、分けてね。今にあの歩いてこれあの足で行けるように足の骨だけ見て。こっちです。もし見たことがあれば。サンクチュアリーオブアセツの右ですね。あえ山頂の一角にあったこちらがウォルト・ディズニーのお墓です。実際に中に入れるとのことだったので中に入ってみました。たくさんの草木に囲まれたお墓は決して大きな墓石など派手なものがある場所ではなく、シンプルでとても綺麗な場所でした。この場所にはウォルト・ディズニー、そしてウォルト・ディズニーの妻のリリアン、ウォルト・ディズニーの娘シャロン、そして夫のロバートがここに眠っています。多くの方がウォルト・ディズニーのお墓を訪れているようで、お墓にはたくさんの手紙がありました。ウォルト・ディズニーは1923年に現在のウォルト・ディズニー・カンパニーを設立、そして1955年にカリフォルニアのディズニーランドをオープンさせました。そして1966年12月15日に65歳という若さでこの世を去ってしまいました。ウォルトが亡くなって今年で58年、58年経った今も世界中で愛されるディズニー、そんな素晴らしい世界を作ってくれたウォルトに感謝の気持ちを伝えてこの場所を後にしました。パークへ行かない本日、ウォルトが通ったレストラン、タム・オー・シャンター、そしてウォルトのお墓、ウォルトにまつわる場所へといろいろと行ってきましたが、この後もウォルトにまつわる場所へいろいろと行きたいと思います。この続きはまた次回の動画でお届けしたいと思いますので、お楽しみに。ここまでご視聴どうもありがとうございました。